気ままな実況部屋へようこと。どうも隊長でございます。今回は9周年爆裂感謝マルチガチャをみんなで引くぞー。わーい、おぎゃーい、おぎゃーい、おぎゃー、おぎゃー、生まれちゃった。てか、あの、忘れてたけど、キシちゃんと玉本ポッポです。イエーイ、久しぶりに初めてね、隊長に言われたから、言われたから隊長がやるって。いやいや、提案は俺してないじゃん。提案はそっちじゃん、したの。みんなでやろうよって言ったの。違うじゃん、話違うじゃん。毎年マルチガチャは動画では出してるんだけど、去年までは妹とやってて、こうやって人と引くのが初めて。初めてで最後。初めてで最後の可能性もあるけど。まあ、あの、今年で最後。あ、そうだ。そういえば今年で最後だ。最初で最後のマルチガチャです。じゃあ、とりあえず部屋建てようか。はいはい。はい。あ、ニコッパ。あ、おやちょい。主婦かな。主婦だな、完全に。ニコッパで安いっていうのは主婦。あ、来た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 。はい、テンテル来た。オッケー、来ました。こんちゃ。このメンバーでやります。ほら、フレンド ID さらしてやる。さらすなさらすな。さらすなさらすな。でもこれ、フレンド ID、この ID を使って乗っ取りされましたっていうのを最近見たから。これは隠さないとよかったろう。あとで編集で頑張って。カットカットカット。はい、オッケー。メンバー決定。とりあえず、俺は、ちはや狙いで水を引きたい。俺はちはやとアナスタシアとジャック・ザ・リッパーに奈落じゃないわ、なんだっけな、闇属性のさ、ルナ、最近の鳥獣。鳥獣はルナじゃねえな、アビス。あ、そうそう、アビス、アビス。はいはいはい、はい、俺はとりあえずネオさえいればいい。ネオさえいればいい。はいはい。で、ポッポが、とりあえずみんなの糧になる。わかんないから、とりあえず。なんでもみんなの糧になる。私、みんなの糧になるよ。ありがとう。誰なの、それは。わかんない、何キャラなのか。何に値するの。おばちゃんが、いいの、引いてあげようかな。じゃあ、誰からいきます。スルーされた。え、かわいそう。ちょっと、あの、滑り散らかしていいですか。さあ、誰から行こうか。うまちょっとはかまってあげて。とりあえず、とりあえず、俺からでいいか、じゃん。うん、俺から、じゃあ、隊長から水で引こうか。水、はい。水で引きます。ここで、確定をして、水、OK。いきます。はい、ドン。確定出ない。演出走らない。いきます、引っ張る。おい、うわ、演出ね。おいおいおうおうおう、うこれ渋いな、これ渋いぞ。やったな、渋いぞ。今スクショを送りました。めちゃくちゃ渋い。渋いな、めっちゃ渋い。あとミロクはもういいです。私さて、うん、ミロク、この中の限定は左上のミロクだけなんで。だけなの。だけだね。うん、だけミロクだけ。あの一番下の真ん中の子は何。これはレビー、まあなんかソロモンと一緒にモンストアニメで出てきた子なんだけど、別に普通にイベントキャラで出てきたから限定ではない。多分あれだよね、上から6つ目の上から6つ目、どっち左か右かどっちかが数えたかにもよるんだけど、それすいませんね、中段の、はい、左から3番目のキャラって中、え、左中じゃない、ちょっと待って、え、中右下に真ん中で行って中段の右、
中段の左から食べたって言われても、うん、あの右ね、右はオズじゃないの、これはオズだけど、オズオズの重心化だけど使った試しがない、なんと強いん、多分さ紙キラーや EL だから刺さったら強いんだろうけど使った試しがない。ちなみに右上、右一番右上なんすか、ウルズ、ウルズ、じゃあそれの真ん中は、これはサラスバティ、え、サラスバティなのこれ、サラスバティ、あ、俺パズルの方思い出した、違う違う、デンテレデンデンデンテレデレデンデン、あ、パズルじゃなくて、これ別のやつを出してきたらあかんやろ、向こうのサラスバティ可愛いんだよな、可愛いでしょ何でもいいんだったら、大君が持ってないや、持ってないあの一番下のキャラでいいんじゃないの、こいつは使わんこれを選ぶんだったら、ミロクか、あの、天のぬぼこを選んだ方が絶対マジ、天のぬぼこ選んでほしい、これ持ってないんや、あ、ほんと、こいつはちょうどこないだ刺さったし、天のぬぼこパンデモニウムに刺さったし、あ、はい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 、あれでしょ、友情がさ、くる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 回ってさ、最後ドカーンってやったでしょ、あ、そうそうそうくる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 ドカーンのやつ、嬉しくなっちゃうやつ、嬉しくなっちゃうなドカーンそうじゃないんだわ、そうじゃないな、じゃあどうします、私はアマホコが、うん、ぬぼこで、うん、それでもいいよ、じゃあぬぼこにします、かまぼこだ、やったー、はい、おいしいの、じゃあ次誰が行く、よいしょ、じゃあ俺が行く、はい、じゃあそのままどうぞ、水ね、とりあえず、うん、オッケー、水で引きます、あれ選べるのって1体だけなんだよね、確か1体だけ、1体だけ、いや、これでネオとか全部来たらちょっと困るけど、あ、確定来た、え、マジネオかアナスタシアだな、あと、あ、でも何でもいいのか、ちはやでもいいんだよな、4567899、これね、折れてないな、まずマン、スクリーンショットで、スクショちょうだい、こないな感じになりましたよ、ほいローレライ、あ、ノブ、あー、ノブックスか、ノブックスいいな、アテナは3体とかいらない、え、一番下がシンドバッタでしょ、一番下の段の左が、うん、で右がカウムでしょ、うん、うん、真ん中誰、あのタンザナイト、タンザナイトはあんま刺さった記憶ねえな、ちなみに、工場キャラで、ね、おすすめモンスターの中に入っている、カームが出てますね、カームは強い、うん、カーム、カーム、カーム、あの上の段の真ん中、あ、この褐色肌の子、そう、でも選ぶんだったら信長がカームって感じ、俺個人的に選ぶとしたらカームか、こないだ重心化返したばっかのランスロットか、限定キャラのノブックス、まあ今は弱いけどどんどんなんとか X ってキャラも重心化解し始めてるから、次多分来るんよ、ノブックスが。あー、なるほどね。そう、ハーレ X、ランスロ、アポロって来たから、X シリーズが。次ノブックスなんよ、残ってるのが。だから、強くなるのは確定なんだよ、ね、この先。でも、その性能がどうな、あー、でも、どうなんだ、強くなるの、でも、強くなったとしたら、絶対カームよりは強くなるよ、絶対。あ、なるほどね。そう。だから、現状のカームを取るか、まあ、おそらく今後強くなるだろう、ノブックスを取るか、まあ、無難にランスロットを取るか。ランスロットも普通に強い。あ、そうなの？あいつ強くなった？強いっていうか、まあ、今までも、あの、やっぱね、4ターン SS が強いの、貫通の。あ、はい、はいはいはい。そう、それで魔法陣も無効になるから。ブロック無効でしょ。あ、そう。実質考えればそうか。あ、そうだからそれ目当てで使えるクエストは今までもいっぱいあったから、今後も多分ハマるとこはハマるとは思うけど、
ただまあ悪く言えば器用貧乏だからそれも。どこを取るかやんな、ほんま。ちなみに俺信長 X は2体持ってる。俺見れない。何体持ってるか。ああそっか。見れないな。えでも確か持ってないのよ、信系は。はいはいはい、はい、あ普通の持ってたかな。波の方、波の方持ってた。水の方持ってないからノブックスでもいい。私どれも持ってないよ。まあ任せますよ。ノブックスにするか、その真ん中の何でしょう。カーム。じゃあ、まあ、カームにするか。ノブックスにしますね。はい了解。はい了解。相手キシちゃん。いやガチャコ水水水のガチャでよろしい。はい。はい。おりめーす。はい、確定。おお。じゃない。おお、じゃないかい。あの、回ると思ったら回らなかった。とりあえず送りますね。はい。その真ん中の段の左。え、真ん中の段？真ん中の段の、あ、左って言った？右。あ、ウボサスラ？ウボサスラだ。ウボサスラ確かどっかで刺さってたはず。ウボサスラは、奥では刺さんない。あれ違ったっけ？北海の大地とか、神獣の世紀とか、超絶爆撃。どれを選ぶんですかね？でも正直こん中は他、うん、そんなパッとこねえってキャラは刺さんないんだよね。だったらウボサスラかな。ねえねえ、これさらすと私に割とかかってない？なんか今さら気づいたけどさそうだよ、君が先にキスちゃんって言ったから失礼的にそうなっただけで大取りで回そうと思った一番さ、知識のない私が元になっちゃった。おい、やっちゃったやっちゃったやっちゃったな。じゃあ、ウボサラスの方がいいか。ウボサスラね。ウボサスラか。ウボサスラにしますね、じゃあ。はい。行ってこい。じゃあ、すいません。はい。ウサコが引きます。全員水だった。結局、全員。だね。じゃあ、確定します。はい。はい。何もなさそうですね。さあ、どうだ。これで奇跡起きるか。送りますね。4人の中で多分一番引き悪いごめんなさいごめんなさい感じだな。え、ポセイドン、シリウス、ルイヴィトン。ルイヴィトン？ルイヴィトン？え、合ってるそれ。え、どれ？え、まん、上の真ん中。一番上の段の真ん中？真ん中。ルイヴィトンじゃないよ、ルイス・フロイス。そうだよね。そうだよ。さっき言いましたよね。なんだっけ、あの子。どの子？真ん中の左。真ん中の？左は出雲。出雲だね。あ、出雲持ってるわ。あ、重心公開してんだね。してるけど、まだ刺さってない。ちなみに、俺は電キャラ持ってるんで、はい、どうぞ。なんと、なんとどうぞ先生。先生電キャラ持ってないな。あ、相性。うん、さっきアマホコ持ってないスタジアン。うん、刺さったらいたわ。うわぁまあ、2体いるだけいいでしょ。まあ、俺も1体だし。一番上の右は3体いた。一番上の右が佐々木小次郎。あ、いるいるいる。佐々木小次郎は一応新アマテラスに
適正じゃ適正で。え？武蔵小次郎がいい。にゃーし。武蔵が違うな。武蔵小次郎は違うかな。にゃーにゃー。あ、それを言っちゃダメなの。わかります。マジで何でもいい。だったら俺ど真ん中の子。言いにくいやつ。ギネビア。ギネビア？うん。は持ってない。超未来的な話をする。なんだっけ、ルイスって。ルイ・ヴィトン？ルイ・ヴィトン。バリエ。ルイ・ヴィトンで通用させようとするな。ダメをバリエ、重力魔法陣か。やっぱビトンかな。ねねねね、ずずずだからビトンって言うな。ビトンか小次郎か出雲かマルコかな。あ、マルコ入る。出雲は欲しいかな。出雲欲しい。マルコは一応未開の大地で刺さってるから。それだったらビトン。ビトンは俺持ってないし。ビトン言うなって。ちなみに俺もビトン持ってない。だからお前が揃いまさらでビトン言うなって。俺ビトン持ってる。ねえねえ。金持ちだな。金持ちだな。何でもいいって言ったし、まあ持ってないのはビトンじゃない。だからビトン言うなっちゅうに。ルイ？ビトン。だよね。うん。この気が張ってやめろって言うのにお前らはやめねえんだ。じゃあだってルイッツってビトンって書いてるからそうだよ。じゃあレープフルーツ。グレープフルーツ、なるほど。確かに髪色はグレープフルーツ。もうお前ら嫌い。私が適当にさ、あの目閉じてポチッと押したやつでいっか、お前ら。ダメです、ダメです。待ってください。ビトンでいいじゃない？俺ビトンでいいと思う。で、ゆずの中心化会社やってるから、その先のことを考えるとやっぱ。ああ、なるほど。ってなるよな。こちらも書いてちゃってる。ルイでいいと思う。ルイ、じゃあビトンで。じゃあ、ルイス・フロイスさん？うん、ね、うん、ね、はいはい、うん、はいはい、リスフロイスさんにしました。うん、オズ持ってた。ビトンフロイス違う。ということでこれがはい単体、はい、レイスフロイスとウボサスラフランスロ X、 違う違う、ノブ、ノブナガ X や。あー、ノブナガ X、 あれ、アマのホコタテ、アマのホコタテ、さらっと言ってるけど違うぞ。だから違う、ウボサスラ、ルイスフロイス、あの、ノブナガ X、 ノブックス、ノブックス、と、アマホコね。狙えられなくなったな。ちょっとしょっぱい。それは、なん、謎のアムリタマウント。いや、なんか強いって聞いた。ちなみに今、そうでもないぞ。なんだって。ということで、全員、結果的になんだかんだいろいろ欲しいキャラはいたけれど、全員水を引いたわけですが、狙い出ず、まあちょっと渋い結果にはなってしまいましたが。はい、しぶしぶでした。今度の重心祭5万円課金します。マジでマジで言ってる。そこまではしない。びっくりした。まあ初めてこうやって妹以外と引いたけど、なんだかんだ楽しかったね。めちゃわちゃわちゃした。うん、来年はマルチガチャじゃなくなるらしいけどね。まあどうなることやら。じゃあ次回のマルチガチャでお会いしましょう。いやねえんだって。はい、ということで最後までご視聴していただきありがとうございました。この動画ね、少しでも面白かったよって方いらっしゃいましたら、ぜひ高評価チャンネル登録していただけると嬉しいですね。チャンネル登録1000人目指しておりますので、よかったら登録よろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。
はい、お願いします。ということで最後までありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。それではバイバイ。バイバイ。バイバイ。まあそれカットすっかんな。もう終わっとんねダメだった、間に合わなかった。